い、ジュンチャンネルのジュンでございます。今日はボス戦鋼の捕食者編をやっていこうかと思います。もちろん連れていくのはあの新キャラでございます。ではスタート。はい、ということで本日は羽の捕食者またやっていきたいと思いますが、昨日アップデートされまして、覚醒キャラスミナが登場してきましたね。まあ本当は来週来るゲリドゥス戦のおそらくアタッカー枠として、まあステータスなんか見た限り当て込むのがいいんじゃないかなと思っていたんですけど、ちょっとね、まあ試運転に羽の捕食者で一回使ってみようかと思っております。まあこの鋼の捕食者なんですけど、まあさらっとねちょっとおさらいしていきますと、まず注意していく点は、まずポジティブバフ解除のキャラクターが必要ということですね。それが2分目に来る防御率アップ、これやられた時にポジティブバフ解除で解除しなくてはいけない。そしてまあ2分半から3分ぐらいの間に沈黙を打ってくる攻撃は1回します、1回いきますんで、聖女なり装備しておくといいということと、あとは減少効果のスキルがありますんで、こちらぜひともね減少対策リングなどでしてみてください。あとはですね、3分半にやってくる貫通固定ダメージというものがあります。こちらがもう防ぐにはね、もうバリア張るしかないんですよ。複数名義を自分に貼って、そこを乗り切るという感じの、攻略となっております。はい、ただいま7月19日金曜日13時53分を回ったところなんですけど、すごい面々が揃っております。 YK5230 チップの刃さんのところなんですけど、もうね群を抜いてすごい、6億2200、いやーすごいね。そしてまあちょっとこれ名前呼ぶのはいいですけど、オーナー兄さんね、オーナー兄さんじゃなくてオーナー兄さんだと思うんですけど、こちら5億6000万。そして我らが宇宙のゆりさん、5億5000万。そして我らがって勝手に呼んでるけど、姫すごいねー、5億4000万。もうシーゲルさんのところがもう本当に3人独走して突き抜けていますね。これちなみに4ページ目まで行くといくつぐらいなのかな、基準。僕ねもう最近ね時間もないっていうのもあって、せめて100以内に入れるぐらいのスコアを残しておきたいなっていうのをちょっと目標にやってるぐらいなんで、あ、我がジンチャンネルにいましたね、ヤウさん、3億7000万か、すごいじゃん、すごいすごいすごい。ちょっとギルドを見てみますと、お、ヤウさん、せめてギルドの中では負けたくないけどね、うん、ちょっと頑張っていこうと思います。フレンド枠で言ってもな、宇宙の夜さんフレンドの中にいると勝てないね。そういえば最近黄金騎士さんなかなか顔見ないですな。まあちょっと旅行に行ったとかそういう仕事で忙しいっていうのもありますけど、やっぱり僕の前に立ちはだかるケビン・ミラーさん、ケビンさんはいつもねすげえんだよな。あとシータさんももうはあのボス戦にはベテランになっちゃいましたね。ということで早速ですが、ちょっと僕の編成はこちらになります。デレンド、デロンズ、ワンバック、そしてエルニア、セイン、そしてレイチェル、今回登場の覚醒スピナでございます。そして私ベア、なんと長野の方で捕まえてきました。ちょこ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 引いててベア3体出ました。で今回選択権を課金して1体手に入れて4体集まったので、ベア星6の状態にしました。本当はジェオかベアか、3体3体で選択権どれか1枚どっちにしようかなって悩んだんですけど、ベアにさせていただきます。スタートしました。せっかくなんでベアちょっと試運転していきたいと思います。そして昨日覚醒されましたスピナですね、こちらの方。まあこの鋼の捕食者で使っていくにはどういう風に使っていくかというところをちょっと抑えながら、ちょっとねゲームの方もやっていきたいと思います。ですね、パッシブ見ていきましょう。魔法力 80% 増幅、この辺はねほとんど必要性ないです。何度か私も練習してきたんですけど、スピナもろいっすわ。最後まで生きているっていうのが非常に難しいっていうところもあります。しかも鋼の捕食者に関しては魔法型が
全然役に立たないんですよ、魔法系が。ダメージ入んないんで、吸血つけてでも役に立ちません。そしてまあクリティカル率とクリダメが 60% 上昇しますということなんで、この辺はねちょっとねデロンスと相性いいという感じでしょうか。これ本当だったら、ね、ヒットポイントをね上げない方がいいんでしょうな。防御力と攻撃力系をプラス7プラス7のルーンで振った方が僕はいいんじゃないかなと思っております。で、先ほども話したんですけど、ダメージ量の 20% 吸血します。これ魔法のスキルが入んないんでもう使えません。で、もう一つ、こちらですね、弱点ダメージが 60% 上昇するデバフなので、まあこれは先制で使います。ですね、二律の戦意を一緒に連れて行ってるんですけど、彼女の方は 50% 上昇なので、こちらの 10% 上乗せできるこっちを使っていきます。そしてキーとなるこの覚醒スキル、ポジティブバフを解除。まあこれに関してはちょっとゲーム中に話していきましょう。そして全ての味方に複数免疫を3回与えると、この覚醒スキルは2回使えるということで、本当は3回使いたいから、3回使うためにちょっとね秘策を練っていきました。はい、3回打つってわけじゃないんだけど、ポジティブバフを2分のところで必ずポジティブバフ解除を使わないと防御力上昇を破ることができません。そこが3回使えたらいいんだけど、そこでこれ使っちゃうと5分後プラス3分半のところであと2回は使えないんですよ。複数免疫使えるね、防御が。なんでね、それだけがちょっとね使い勝手が難しいかなと、ちょっとスピナ君に関してはね思います。で、1点ご紹介しておきましょう。エルニアです。この子の、まあ私これ確か1ですよね、1パターン目の方の神話覚醒しております。クリティカルダメージを 70% 上昇、ポジティブバフを解除いたしますということになっております。こっちで私ポジティブバフ解除を狙いたいと思います。つまり2分に来る防御力アップ、その後って通常が入るんですよ。その通常でエルニアが神話覚醒スキルを使って、神話覚醒じゃない、神話攻撃使ってくれたらポジティブバフ解除、そしてクリダメも 70% 上昇させることができます。なのでこちらを、2分のところで当てて、前半2分間はちょっと我慢の時間を過ごしたいと思います。ちなみにこのエルニアですけど、敏捷で、3番手に早いデロンズをわざと1番手、そして2番手に、まあ、32であるスピナーで、このエルニアと二律の戦意が30-30なんで、一つね、こちら同率の場合運が高い方が、敏捷できない上になるってことなんで、まあ適当に運の2の持っているこのエルニアを連れて3番手の敏捷地にさせて、2分のところでこの子で神話スキル攻撃してもらって、ポジティブバフ解除を狙いたいと思います。てな感じでスタートしてまいりましょうか。まあそんなにね私も時間がないので、スコアちょっと期待せずにいきたいと思います。はい、では早速ですがやっていきましょう。まずは初手はカイザーで 100% 決まりです。決まりです。ここはねみんなわかるでしょみんなそうしてるっていうね、声が聞こえてきそうですけど、まあそしたら次ですけど、スピナー打っていきましょう。スピナー君だと弱点攻撃ダメージが 60% 上昇します。しかも3人攻撃なんで、いつもは大体皆さんフレームドライブ打ってから繊維のねスキルを打っていたと思うんですけど、これ単体じゃないんで先に打つこと可能でございます。したらレイチェルのフレーム打って、デロンズでどんどんねデロンズを覚醒させていきましょう。うん、まあそうなるともうほとんど戦意っていうのは反撃力アップ要因に近いですな。特にスキルを回すってことはもうしません。うん、戦意に関してはエルニアももう戦意と一緒ですね、動きませんねほぼ。あ、覚醒できるね、早いな早いな、こんなゲージ早く溜まるなんて。よしよいしょ。で、あ、ちょっと見にくいね、この後なんですよね、覚醒した後。スピナが敏捷2番手なんで、彼女が動いたのを確認してからどんどんスキルでちょっと間も出していきます。はい、覚醒しました。まだ普通に打ってきますね敵は。
スピナーが動いてくれると助かりますけど、さあどうだ、動かないね。うん、動かないか。じゃあちょっと待ちますか。動かないか。動いてくれ、あと20秒。あー来ましたね。動いたんでどうしようかな。今相手に打たせてもよかったんだよな、全然。うん、51秒か。うん、多分これで反撃と単体打って防御を組みますね。おそらく防御来るでしょう。うん、よろしくです。防御お願いします。来ました、エルニャ、行ってくれ。オーケー、これを待っておりました。これで防御ダウンも成功で、しばらくはもう反撃デロンズで回していきましょう。うん、いいね、上がった。これでクリダメ 70% が適用ということですね。よし、3分半まで待ちましょう。いきますよ。あーちょこういう時に限ってなかなか出ないんですよね、神話スキルがね。頼みますよ、デロンさん、せめて。 OK、 来た。うん、来た、いけ。ぜいで、ちょっとね、ヒットポイントの管理も考えていかなきゃいけないんだよね、スピナーに関しては。ここで一回ちょっと体力回復のためにエルニアさんちょっと一回挟ませていただきます。うん、よいしょ。通常結構入ってるね、通常じゃない、神話スキルね。一回、これかなりね時間かかるんで、2分ぐらいかかるんで、せめてエルニアのスキルを2回ぐらい使おうかなと思って、ちょっと先一発入れさせていただきました。ここからちょっと我慢ですね、我慢の時間が続くかと思われます。よいしょ。でも割と神話攻撃が今出てるっすね。3分15、これちょっと目光らせておかないとね。あー失敗、あー失敗。よいしょ、早く打ってきなさいよ。あー怖い怖い怖い。これで次打ちましょうかね。スピナーの覚醒スキルでございます、覚醒スキルでございます。うん、これで複数免疫を自分たちに貼ることができます。なので助かるかと思われますが、どうしようかね、これね。結構怖いのが、もう一回これを打ちたいんですよ。だからスピナーをスキル一発打っといた方がいいかな。残り1分以内に覚醒スキルを使いたいんですよね。うん、一回使ってみましょうか。うん、うわー怖えー、倒れるかな、倒れねえか。なんとか粘ってるよ。4分20秒、溜まるかな、きっとね。溜まるんだけど、ヒットポイントやばそうだから、一回ここね、もう一回この子で回復してみましょうか、エルニアでね。いざてエルニアくん、これ4分前で使えないともう最悪だから、ちょっとでもいいから回復しておきましょう。雄たけび耐えてくれ。よし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 。うわ微妙だな、これ微妙だな、倒れるかな。あー行っちゃったよ、ダメかな。うーわくそー、ここで本当は打ちたいんだよ。うん、ここで本当は打ちたかったの。あーやられちゃった。あでもかなり結構もったいなかったけどな。いっちゃえ、頑張ってくれ。うん、おまだ硫酸噴出で粘ってるね。もういいや、これ打ちだけ打っとこうか。あーそれでも神話スキル結構入るじゃんね。うん、ここで皆さん、スピナーで粘って覚醒スキル打っておけばいいスコアがもっと出るということでございます。とりあえずね、スコア的に4区5000。うん、立派立派、素晴らしい、僕としては。はい、ということで本日はスピナー編でございました。はい、ということで本日はちょっとスピナーを初使用試運転プラスベアーも PV 試運転してみました。まだ実はアリーナで使ってないっていうね、ひどい扱いなんですけど、今後まあ来週か、下列戦でね、おそらくアタッカー枠としてスピナーが使えるかと思いますんで、まあ無理してここで使う必要性はないかな、もしかしたらね。でもこの回し方
スキルの回し方でうまくいけたら、もうちょっと僕の目標している5億点っていうところまでもしかしたらいけるかもしれませんのでね、頑張ってみたいと思います。はい、ということで本日はここまでしたいと思います。まあスピタね、能力的には高い能力持ってるんで、他の PV でも様々に活躍してくれるかと思います。特に魔法系が使えるよっていう、使えるよというか魔法のダメージが入るよっていうところではかなり使える。もちろん神話ダンジョンで難しいステージなどをこの子使ってもいいんじゃないかななんてちょっと感じるぐらいでございます。はい、ということで本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。ではみなさん、バイバイ、ありがとうございました。